So baby won't you come help me bring my thoughts to life, to life, to life. はい、どうも、キテです。本日もご視聴いただきありがとうございます。おはようございます。やばい、超眠たい。今僕は韓国に来ておりまして、初めて撮影で韓国に来ております。で今ね、昨日前乗りして本当に着いたのが昨日の5時ぐらいで、そっから韓国のお友達と本当4時間ぐらいだけど、韓国めちゃめちゃ満喫させてもらって、で今起きて朝という感じですね。やば、頭回ってない。頑張れ。で今日今から、今ホテル自体がカンナムエリアにあるチョンソーパレスかなってホテルなんだけど、めちゃめちゃ綺麗なホテルで、マジで一生ここにいたいぐらい最高なホテルなんですけど、それもね用意してくださって本当にありがとうございます。マジで最高なホテルなんですけど、一泊なのが本当に悲しい。だから弾丸一泊二日撮影ってやばくない？どんだけさすごいんって話なんですけど、という感じで今から荷造りして、もう荷物持って撮影のスタジオの方に移動していくので、今日は韓国での初撮影、撮影自体はアイノスノーっていう僕がアンバサダーを今度させていただく化粧品ブランド、アイリスオーヤマから出てる化粧品ブランドなんですけど、それの撮影で今韓国に来ておりまして、申し訳前後してすいません。という感じで今からちょっとね、もう本当に時間もないので、すぐ荷造りブワーッとしてスタジオの方に行こうと思います。ということで起きるか。うわー見て、やばいんです景色が。こうなんですけど、お部屋もねこんな感じです。昨日来てすぐにルームツアーも撮ったので、ルームツアーの様子はこちらということで、すっぴんですがルームツアー始めたいと思います。やばい、ここのホテルやばくて、本当によく友達が泊まり行ったりしてて、めっちゃ泊まってみたかったんだけど、まさかここのホテルと思わなくて、さっきもうロビーで号泣しそうでした。でもトイレ、まずトイレかよって話なんですけど、トイレですらこの美しさがすっごい匂いするんです、このホテル。まずここにね、よくわかりませんが、ただ映えるためだけのミラー、絶対にそう。まあ、これ多分ね、本当はキャリーバッグ置くよってとこなんだけど、まずこのミラーがありまして、ここにね、まずね、バスルームなんですけど、お風呂場はね、少しちょっと、まあ僕の体格的には狭めなんだけど、このミラー、えぐくない？この綺麗さ。ここに住みたいです。僕は本当に。で、ここにね、このクローゼットといいますか、ちゃんとね、ライトもつきますよ。ここなんと両面にございます。一泊です、ここ。しかも。こんなに素敵なホテルに僕は一泊しか泊まりません。なんて悲しいんでしょう。で、これがお部屋でーす。やばくないですかって、本当に。絶対ここ泊まりたい、また。てか、滞在したい、ここに。いくらするかは知らないけれども。今回の撮影のグランドさんが、失礼がないようにってことで、こちらのホテルをね、予約してくださったんですけど、まさかこんなにグレードがいいホテルと僕は知らず、本当に大発狂しているんですけれども、このね、縁のデザインですら美しい。わかる？この骨董品までも美しい。わかる？もうさ、本当に素敵。すごくないですかって、本当に素晴らしいホテルです。皆さんもぜひ泊まってみてください。ベッドはね絶対にキングサイズ。そしてここにウェルカムフルーツがございます。わーい、ウェルカムフルーツでこのボリュームってさ、ありえる？素晴らしいホテルすぎて。これね、ロビーでチェックイン時にさ、英語韓国語しか対応してないから、日本語が全然使えないスタッフさんばっかりで、英語でずっと僕説明受けてて、まあ韓国語より英語の方がマネージャーさんもいたから聞けるかなと思って英語にしたんだけど、本当になんかスドロモドロしながら受付してきましたけど、でも無事ねここに来れてよかったなって感じで、景色も最高ですよ。皆さん見ます？カンナムエリアで一番でかいといった感じで、ルームツアーの紹介でございました。イエイ。はい、という感じで今ね、荷造りも終わって、服もね一応自分の私服ですけど着替えてまして、からもうすぐ下降りるんですけど、あとフルーツだけ食べよう。フルーツが切ってまして、かわいい。だから本当にこのホテル素晴らしいんですけど、若干逆光ですいません。韓国ってフルーツがすごく高くて、日本だと結構安いじゃないですか、フルーツって身近じゃないですか。韓国って例えばリンゴ4個入りで2000円とかするくらいの感覚で、すっごい果物高くて、なのでこのフルーツですらもう高級品なんですけど、美味しい。てか今日もなんか朝むくんでるんだけど、まあ多分収まるでしょう。うんうんうん。今日はマネージャーのヒカルさんも一緒に同行してくれてるので、ヒカルさんとこの下のロビーで合流して、スタジオ自体はここから車で10分ぐらいの場所なんですけど移動しようと思いますので、皆さんもぜひこのジョソンパレスさんぜひ泊まりに来てください。本当に値段は高いんだろうけど、マジでいいホテル、ぜひおすすめです。という感じで移動しようと思います。はい、ということで無事チェックアウトしまして、今スタジオの方に向かっております。ヒカルさんと合流しました。謎にむくんでるんですよね。昨日節制したはずなんですけど、髪型が気持ち悪いです。
いつも撮影する前とかは僕が自分でヘアメイクするのであれなんですけど、今日2パターンメイクの撮影があるので髪型変えれるように一旦シャンプーして、普段僕スプレーとかワックスめちゃくちゃに作ってるので、それをね一旦こうやってサラサラにしてからいつもヘアセットをするようにしてます。漏れてる、肌の治安は今日いい、唇絶対漏れてるから。向かってまーす、こちらが今日のスタジオです。結構上もあって広いですね。でこちらが僕のメイク部屋になってます。多分このスタジオ友達のインスタでよく見かけるんですよね。だからみんなここに来てるんだって納得しました。日本から来る友達大体ここに撮影しに来てる気がする。こういう感じでメイクをします。メイク始めます。手順は変わらずラブシポゼから始めていきます。多分メイク中の動画っていうよりかは多分撮影中になると思うんですけど、肌の治安マジでいいわ。撮影の時はもう普段よりも全然カバーをしっかりとするので、もう修正しなくてもいいぐらいの感じで毛穴を全て駆逐します。メイクでちょっとむくんでる気がする。やっぱ冬の夜が一番むくんでない気がするんですよ。むくみ取れたり激痛リンパです。流さなければむくみが取れない。次マキアージュ、リビングビューティー。今日のメイクは白い衣装と黒い衣装2パターンがありまして、白の方がちょっとこう爽やかな明るい印象の撮影になってまして、で黒がちょっと夜、昼と夜でこう撮影を分けられてるんですけど、今最初に夜の方かっこいい方の撮影をしてるので、ちょっと今からはちょっとねクールな印象のメイクをしようと思っております。でファンデーションはザビンデソール使ってます。綺麗、無加工でこの肌感やばくないですか。マジ綺麗、ドゥルンドゥルン、肌エクセルです。てかこの撮影用にネイルをね久しぶりに激ナチュラルにしました。2つのなんか世界観というか、それをイメージして撮影してるんですけど、どちらにも合わせようと思ったら色があったりしても合わないし、かといって白と黒によっても振り切りすぎだしっていうので、結局ベージュという選択肢になりました。でも帰ったら来週ネイルクイーンの授賞式がありまして、それがもう僕は大変楽しみでいるので、日本に帰ったらまたすぐにネイルをまた変えます。1週間ネイル2回変えるの初めてかもしれない。売れっ子じゃないですか。次シェーディングトゥークルフォースクール、夜系のメイクってことなんでシェーディングちょっと強めな感じで行こうかなって思ってます。一生無言でメイクしてるんだけどさ、動画売れなくなってるってないね。韓国な、もうちょい痛かったな。韓国に本当に僕が来るタイミングで友達が6人7人ぐらいいて、めっちゃ掘るやん友達と思って、もう多分1週間滞在しても遊び足りないぐらいのレベルで友達が同じタイミングで韓国に来てる人がすごい多くて、今回の韓国もすごいなんか楽しめそうなのに、明日も予定があるので帰らなきゃなんですけど、ちょっと嫌って感じですね。こういうなんか強い光のライティングのスタジオだとメイクが濃くなりすぎちゃうことがよくあるから、そういう場合はこの全体、目の前に今鏡があるんだけど、この大きい鏡とこの小さい鏡を繰り返しながら色をね調節してあげるといいかと思います。ここばっかりで見てるとすごい薄く感じてくるので、正面であこんぐらいも濃いんだっていうのを自覚しながらメイクをしてます。今色ともバランスが大事。しかもなんかよく韓国とかみんな来たらさ、なんか韓国アイドルメイクしてみたみたいな企画やってる人いっぱいいるじゃないですか。超やりたくて、それ超やりたいんだけど、毎回ね韓国来るためにできてないから、次こそはそれしてみたいなと思ってる。でも僕の場合なんか韓国アイドルメイクっていう名前だとして、男の子のメイクってさ、普段の僕のメイクに比べたら絶対に濃さも薄いだろうし物足りない気がしちゃうから、やるんだとしたら女の子メイクをしたい。ただそれに賛成してくれるサロンがあるかわからないけど、ヨジャドルメイクを実際してもらって勉強して、それを皆さんに僕が噛み砕いて発信したい。リップがメインの撮影なんですけど、唇が本当に荒れてたんだけど、今割とちょっと収まってきた。なんとか間に合ってよかった。はい、という感じでパウダーを払います。眉毛難関なんですよ。眉毛の位置が全然違うから、ちょっと良いのではありませんか。最近眉毛パウダーマキアージュ使ってます。番号わかんないけどマキアージュです。ミラーはね一瞬で汚れるので、でも汚いミラーでメイクしてるとマジでクオリティ下がるんで、見ましょうね皆さん、僕含めネイルなんかいいんだよな、なんかふわってする感じ、僕最近好きで。前使ってたケイトのやつはなんか結構ね色がすごいしっかり出るって感じだし、あのグレイッシュブラウンってカラーだったからかもしんないけど、結構なんか青み系のグレーブラウンって感じだったから、こっちはなんか印象が明るくなる気がして、最近このマキアージュを使ってます。ブラシが天才。さあこっからですよ、毛を描いていくんですけど、撮影の時ってよりさアップで毛見られるわけじゃん、眉毛とか超真剣に描くの。だから無言でやります。
出だしは眉毛超大事なんですよ。どうでしょうか。綺麗だと思う。ヘアセットもあるんでね、急がなきゃ。いつもより前頭を結構縦気味で描いてます。でもいい感じで気がする。できた。いい感じ。さて、シャドウですよ。肝心な濃いメイク用なんで、アイメイク濃すぎるとリップに目がいかないんで、ほんのり系だけどちょっと印象強くしていきます。まずは今から使うカラーがローズベージュ系のリップなので、一旦ベースでちょっとねベージュ系のカラー今のっけてるんですけど、これからちょっと紫っぽい色重ねてローズベージュをね表現しようと思います。やっぱね強い系なんでゴミ系でいかしてもらいます。で次ちょっとパープル系を重ねていきます。これ撮影とかってさ、まあまあライトで飛ぶんですよ、メイクが。だから結構押してもいけると思うんだよね。さ、みんなリップってすごい大事だよね。インスタライブとかしてたもリップどこですかが一番質問的に多いので、皆さんすごいリップ気になるんだと思う。毎回このリップどこですかってめっちゃ聞かれるもん。ちょっと濃いLINE がマジで左右差ほんとあるから、最近太平がまず違うんですよね。ほんとに集中するんですけど、チークシェイクも結構色で飛ぶので、シェイではこの05番ローズベージュを塗ります。可愛い色。うん、めっちゃ綺麗。いい色で仕上げのミスト。これからヘアとカラコンします。はい、お願いします。はい、終わります。すごい、ギュテさんがよくつけてる色。そう、でも僕が使ってるやつよりちょっとピンク味とツヤ感が足されてるけど、うん、ベタベタしないけど、なんかツヤがずっと持続してる。すごいなんか色気のあるツヤで、かわいい。なんか唇がパンプして見える。うん、ありがとうございます。すごい、ツヤがめっちゃ綺麗に横に入ります。すごい。こうなってます。すごくないですか。
本当に横になってるような雰囲気です。すごい。監督さんも、いや、さすがの菊池さんかなと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。黒の撮影が終わりました。一旦休憩挟んで、白の衣装で撮影しようと思います。お疲れ様でした。はい、ということで今カルビを食べに来ました。撮影のスタッフさんたちがすごい気を使ってくださって、お弁当しなくてもうお店食べに行こうよってなって、今近くのお店に食べてきたから、でもうやばくて、すごい。カルビとあとタコもあります。とんでもないボリュームです。おいしそう。こんな感じでそろそろもう出来上がり。ここにラーメン入れるらしいです。やばい。ここにラーメン入れたらもうやばそう。わあ、ラーメンでも辛いんですよ。うちに辛いよ。だけでは。うちから行けるだけ。そういうの。あんまり辛いの。辛いね。ラーメン辛いわ。今のボリュームなんだよ。後から来る。うまっ。うん。全然騙す。本当にご飯食べてる時だけテンションが高い。いや、別にいつもテンション低いわけじゃないですけど、普段高くなる。喜びが全然出てきた。ラーメンやばい。全汁を吸ってる。やばい。急に辛さが来る。休んだら来る。休んだらダメですね。もう美味しい。はい、こんな感じで衣装チェンジしまして、次は白い衣装になります。撮影頑張ります。結構色残る。時間から結構ピンク味が強くなる。今セットチェンジ中です。さっきと今でどこが違うでしょうか。もちろんカメラとセンター分けは違うんですけど、衣装も真っ白なんですけど、さっきと今で違うところは眉毛が少しだけ薄くなったというか、ふさふさ感が増したのと、あとね、垂れ目にしてます。ライン普段俺結構二重幅消えるぐらいまで平行に描くんですけど、今ちょっと垂れ目っぽくライン描きまして、リップもツルツル。これ本当にツヤがめっちゃ綺麗です。すごくない？僕がアンバサダーを務めさせていただいているこのツヤリップです。あんな貧相なボロボロの唇がこんなに美しくツルツルに見えるなんてすごくないですか。めっちゃ綺麗です。なんかライトの影響もあるかもしれないけど、今ずっと唇もツヤンツヤンになってる。ツヤの最初から最後まで本当にそう、ずっとツヤ残ってる。なんか塗り直しもちろんしてるけど、でも普通にずっとこのツルツル感がキープされてる感じがする。漏れてる。優しい顔の方がいいかもしれないですね。 OK。それだけも全然印象違うんですよね。さっきちょっとやんちゃな感じだったけど、清潔感というか落ち着きました。落ち着きました。等身大パネルになるかも。かもどうしたか。なるかも。ダサ。OK。
ダサステップ。え、めっちゃ見たことある。どうしてます？一番最初の3話ぐらい見て離脱しました。終わりました。全身もいい感じに取れまして、はい、取れました。カムサムニダー、すごい、無事終わりました。イエーイ。今4時半なんで、ここから爆速で準備して帰ります。お疲れ様でした。準備します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今ね、怒涛の片付けをしまして、やっと車に乗って今空港に向かっております。本当に1泊2日の撮影だったんですけど、なんか撮影で海外に来るっていうのがもう本当に初めてだったんですけど、今日もなんかお昼ご飯お店食べ行ったりとかして、カメラマンさんもすっごい方で、やっぱ最後プレゼントもいただいたりとかして、温かい現場なんだろうと思いながら撮影させていただいたんですけど、なんか全部この撮影だったらいいのにって思いながら撮影に臨んでおりました。本当に怒涛の2日間でしたけど、すごい楽しかったですね。はい、という感じで空港に向かおうと思いますので、無事空港にたどり着けるのか。昨日は来る時にもう混みすぎてて2時間ちょいっとぐらいかかったので、2時間かかっちゃったらちょっと空港着いてたらもう飛行機出ちゃってるかもしれないんですけど、なるべく間に合うように願っております。という感じでまた空港でお会いしましょう。はい、という感じで今機内に無事到着しまして、めっちゃヒヤヒヤしたんですけど、無事到着できまして、今から飛行機で日本に帰ろうと思います。ビジネスクラスに初めて乗らせていただきまして、大変快適でございます。ハマっちゃいそうです。ではまた日本でお会いしましょう。